トライバル級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。巡洋艦の任務を肩代わりできるよう、艦砲を連想化するなど方向火力を強化した駆逐艦として1935年度計画で7隻、36年度計画で9隻が建造された。アメリカ合衆国の軍事研究家であるノーマンフリードマンは本級を間違いなく最も有名で、 あるいは最も格好の良い A 駆逐艦と評している。イギリス海軍は1924の5年度より駆逐艦の建造を再開し、まず改め WQ 駆逐艦をもとに第一次世界大戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだプロトタイプとしてアマゾンとアンバスケードを建造した後、1927から8年度の AQ より量産に移行し、 1935から6年度の i 級に至るまで、順次に改正を加えつつ79隻が建造された。これらはいずれも、基準排水量1300トン級で、船首廊型、日本煙突の船体に45個計12センチメートル砲4門を搭載していた。イギリス国外では、1920年代後半より、フランス海軍のシャカル級や大日本帝国海軍の、 吹雪型など有力な艦砲を備えた大型駆逐艦の整備が相次いでいた。この数勢に従い、イギリス海軍でも駆逐艦の放送強化が検討され、1931年より C 級共同艦ケンペンフェルトで50口径13センチメートル砲の搭載試験が行われた。成績次第では1933から4年度の G 級への搭載も検討されていたが、 駆逐艦上でのミサオア法混乱が指摘されて装備化は見送られ、以後も45口径12センチメートル砲の4門装備が踏襲されていくことになった。一方、巡洋艦戦力については、ロンドン海軍軍縮条約による制約の問題が顕在化していた。当時、イギリス海軍の巡洋艦の所要数は70隻、うち45隻は、 シーレーン防護に充当される計画とされていた。しかしシーレーン防護部隊については、日本海軍などの有力な巡洋艦部隊と交戦する可能性を考慮すると、最低でも1万トン級の大型艦が必要となり、巡洋艦の保有枠を大きく圧迫していたほか、財政上の負担も懸念された。このため、主体と連携しての前自紹介や外周防御については、 より小型で安価な艦を重当することが構想され、まず1934年8月、造艦局長は P 型から U 型まで6つの試案を作成した。しかしこの検討過程で、このような小型巡洋艦であれば、むしろ日本の特型駆逐艦のように駆逐艦を拡大強化した艦でも十分に型代わりできることが判明した。この案は、U 型に続く V 型。 そして駆逐艦を大型化したという意味で V 型共同艦として検討の訴状に乗せられることとなり1934年10月25日の海軍本部委員会に提出された。委員会でもこの案は指示を集めたことから1935年2月20日第1海軍協は1935年度で V 型共同艦7隻を建造することを提案した。 これに基づいて建造されたのが本級である。なお、計画段階では、V 型共同艦と称されてはいたものの、実際に駆逐艦小艦隊の機関たる共同艦としての任に当たるわけではないことから、艦種・艦級故障については検討が重ねられた。一度は、後のアメリカ海軍の大型駆逐艦と同様に、フリゲートと称することも検討されたものの、この時点では、 監視故障として廃止されていたことから実現しなかった。巡洋艦駆逐艦、偵察駆逐艦、紹介駆逐艦、支援駆逐艦などが検討され、支援駆逐艦は好評だったものの、結局、単に駆逐艦とされた。ただし従来の A 駆逐艦がアルファベットの艦係名を付されていたのに対し、本級では種族名由来の艦名として、艦係名は、 トライバル級とすることで区別が図られた。線形は従来の駆逐艦と同様に紅葉性重視の選手牢型が踏襲された。ただし本級では選手牢が長く、また艦種もクリッパー型とされており、印象は大きく異なるものとなっている。尖閣構造は従来の駆逐艦と同様に横六骨方式を基本とするが、本級では三から四六骨ごとに、 幅の広いウェブフレーム、ウェブビームといった特設肋骨を設け、甲板と外反立て通り材の数を増し、船体強度の強化を図っている。船体の核壁数は14枚である。なお、工作方法は従来と同様に、リベット接合を主としており、外反の継ぎ手も付き合わせではなく重ね継ぎ手とされた。機関構成は F9 以来の方式が概ね踏襲されたが、 管型拡大に対応して、出力は4万4千馬力に強化された。ボイラーは、アドミラルティ式3動型水管ボイラーを、タービンは、パーソンズ式、オールギアードタービンである。なお管室は再び3室となり、また機械室をタービン室と原則機室の2室に区分する2室方式が導入された。機関部は、前から管室を三区画並べ、その後方に、補機室。 機械室と配置されている。ボイラーの排気は全部煙突に2缶後部煙突に1缶分を同設したことから、煙突の太さに差異が生じた。官報としては上記の通り、従来の A 駆逐艦では45合計1 2トル方4門の搭載が基本とされてきた。これに対し、V 型共同艦の最初期の要求では、45 口径12センチメートル砲10門の搭載が求められた。これをもとに計画が練られ、第一案として45口径12センチメートル連装砲空機、ビッカース62口径12.7ミ、mm、リメートル4連装機銃2機搭載の案が作成された。一方、第二案として45口径12センチメートル連装砲4機とし。 これに新開発の39口径 40mm4 連装機銃1機と4連装 12.7mm 機銃2機を組み合わせて装備する案も作成された。さらには39口径 40mm4 連装機銃2機もしくは同8連装1機を搭載する案も作成されたが、この案は重量課題として却下され、最終的には第2案が採択された。 当時の A 駆逐艦の艦砲はいずれも最大行角40度のマークセベンティン砲画を採用しており、療養砲というよりは限定的な対空射撃も可能な弊社砲に近かった。1932年には B 級ブルドックで最大行角60度の CP マークサーティン砲画の試験が行われていたが成績不良であり、装備化は見送られた。また、 最大行角を増すと砲耳を高くしなければならず、砲塔の機構も複雑化し、再装填に気力補助が必要になるため、駆逐艦には不適であるとみなされていた。爆撃機は駆逐艦よりも戦艦などの高価値目標に集中するものと想定されたこともあり、本級の美法も最大行角40度に止められることになり、攻殻砲の搭載は考慮されていなかった。 45口径 12cm 連想法としては、QF4.7 インチ法、マーク12が、マーク12法がと組み合わされて搭載された。法としては、従来の QF4.7 インチ法、マーク9と同様だが、2問が1つの法案に取り付けられ、共に不用する。ターボ油圧による気力操縦方式が導入されているほか、各法に新艦調定規が付き、 小準鏡も備えられた。また射撃式装置としては、対水上用としては、DCT 砲位板とアフックマーク、I 射撃板、対空用としては、即挙砲位板マーク、2と FKC マーク、2射撃板を搭載した。なお従来の A 駆逐艦の砲位板では、機船長9フィートの即挙儀を装備していたのに対し、本級では初めて12フィートとされた。 蒸気の通り放送を強化する一方、巡洋艦の任務の肩代わりとして計画されたことから、水雷兵器は削減された。従来の A 駆逐艦では、アマゾンなどのプロトタイプ艦では21インチ、魚雷発射艦6門、A 級以降は8門、そして I 級では10門と順次に強化されてきたのに対し、本級では4門と、第一次世界大戦世代と同数まで削減された。 この思い切ったトレードオフ開発に対しては海軍部内でも釈然としない声があったとされている。上記の通り、本級では新開発の45口径12センチメートル連装砲を装備化したものの最大行角40度では急降下爆撃に対抗困難であり、対戦が勃発すると間もなく、これは対空兵器としては不十分であることが明白になった。 1940年5月の決定に基づき、3番砲は45口径 10.2cm 連装広角砲に換装され、その完成のため285型レーダーを備えた DCT が搭載された。また39口径 40mm 基銃と62口径 12.7mm 基銃も近接防空火力としては、 不十分と判断されたことから1942年までに撤去され、70口径 20mm 基準の単装銃火6機が搭載され、うち4機は後に連装化された。電波兵器の搭載も行われた。まず蒸気回収と同一時期に、対空捜索用の2 8 6 p 級型レーダーと電子線支援用の短波、方向探知機及び、 中波方向探知機が搭載された。またレーダーは、後に早期警戒用の291型レーダーと293型レーダーが搭載されるようになった。また、水雷兵器についても、爆雷の搭載数増加が行われた。本級は1935年度計画で7隻、36年度計画で9隻が計画された。 1936年に建造が開始され、1938年3月15日に一番艦、アフリディが収益した。1939年12月12日までに、全16隻が巡航した。イギリス海軍の艦は大戦を通じて酷使されたため、16隻中12隻が大戦中に失われている。その後、カナダ海軍向けに8隻。 オーストラリア海軍向けに3隻が建造された。オーストラリア海軍やカナダ海軍の艦は、第二次世界大戦中に建造が開始されたこともあり、1944年に撃沈されたアサバス艦以外は、すべて第二次世界大戦を生き抜いたが、カナダ海軍の艦のうちカナダ国内で建造された4隻は、気工時期が1942年以後と遅かったため、実際に収益したのは、 大戦終結後のことであった。1940年2月6日、コサックが中立国であった、ノルウェーの領海内までドイツのアルトマルク号を追跡し、乗り込んだ上に乗員を殺害した。これをアルトマルク号事件という。しかし4月9日、グルカがノルウェーのスタヴァンゲル沖でドイツ軍機の攻撃によって撃沈され、5月3日にもアフリデが、 同じノルウェーのナムソスからの撤退作戦中に、ドイツ軍の G87 級高下爆撃機によって沈められた。5月13日、ベドウィン、パンジャビ、エスキモー、コサックの4隻は、第2次、ナルビク海戦に参加し、このうちエスキモーが大破した。5月、ソマリは、ドイツの気象通報船ミュンヘ兵を捕獲し、暗号書を手に入れた。同月、ズールー、シーク、 コサック、マオリの4隻は、ドイツの戦艦、ビスマルクの追撃戦に参加し、この作戦中にマシオナが、ドイツ軍機によって撃沈された。一方、地中海では4月にもホークが、イタリアの駆逐艦、ルッカタリゴの攻撃で沈められた。10月、コサックが HG74 戦乱護衛中に、ジブラルタル製法の大西洋で、ドイツの潜水艦 U-563 から、 乱撃され、栄光中に沈没した。12月、マオリ、シークは、他の駆逐艦2隻と共に、ボンミサキ沖海戦で、イタリア海軍の軽巡洋艦、アルベルト・ディジッサーノと、アルベリコ・ダ・バルビアーノを沈めた。1月17日、マタベレがバレンツ海で、ドイツの潜水艦 U-454 に撃沈され、2月12日には、マオリが、 マルタで爆撃により喪失している。5月にはパンジャビが、ノームの中で、戦艦キング・ジョージ5世に衝突されて沈んだ。6月、ハーアップン作戦に参加中のベドウィンが、イタリア海軍との交戦で損傷。その後空襲で沈没した。9月、シークとズールーガトブルク攻撃時に沈没している。さらに同月、QP14 戦乱を護衛中のソマリが、ドイツの潜水艦。 U-703 に来撃され大破、ターターに栄光されたが4日後に沈没した。これがイギリス海軍のトライバル級の最後の喪失艦であった。残存していたアシャンティ、エスキモー、ヌビアン、ターターの4隻は地中海に戻り、サレルの上陸作戦を支援した。エスキモー、ヌビアン、ターターの3隻は、 オーバーロード作戦前後の期間イギリス海峡で活動した。4月、アサバス艦がイギリス海峡で戦没した。ヨーロッパ方面での海上戦終結後、エスキモー、ヌビアン、ターターの3隻はマレー半島沖で活動した。記念館として保存されているハイダ兵装や電子装備はディ海装的用語のものである。イギリス海軍の残存艦は 戦後6年間使われた後、スクラップとなった。オーストラリア海軍とカナダ海軍の船は、ミクマックを除き朝鮮戦争に参加した。カナダ海軍では、1949年から1950年代前半にかけて残存する7隻すべてが、リ回収を受けた。1番2番砲塔は、QF4 インチマーク、ザビ連装砲、3番砲塔は、アメリカ製、マーク。 333インチ連装砲にそれぞれ乾燥され、4番砲塔を撤去して空いたスペースには、スキット対戦迫撃砲が2機搭載された。レーダーとソナーの乾燥も行われ、1960年代前半まで運用が続けられた。退役後もハイダが、カナダのオンタリオ州ハミルトンにて記念館として保存されている。オーストラリア海軍においても、 1950年代初め頃にアランタとアラムンガの2隻が対戦駆逐艦として改修された。4番砲塔の4.7インチ連装砲を撤去して空いたスペースにスキット対戦迫撃砲を1機搭載したほか、ソナーとレーダーの乾燥に伴い、マストを従来の三脚型マストから新型のラティスマストに換装した。この2隻は1960年代まで運用が 続けられた。残る一隻のパターンの近代化改修は見送られ、他の二隻よりも早い1958年に退役した。ありがとうございます。